でも結構観光客は増えてんじゃないんですかね。そうなんでしょうね。コンサートなんかあと宣伝しないで取りに行くなるぐらいって言うんだから。あそんで秋温泉とかね、あと盛岡駅前だの福島駅前まで回るって言うんだから、なんか天竜閣の近くに政宗公のお墓があるんですよね。満開ですよ。そうですよね。朝ね歩いたんですけどね。あ、一回は来たんですか。昨日も泊まってんですよ。あ、そうだ。あっこはなんか横山社長っていうか、なんか、結構芸能人強い社長さんがいてはるみたいな感じですね。地元の人からしたら天竜閣なんかあっこはどういうところやねってみたいな話あるんですか。どうだろう、昔から天竜閣って有名だったからね。ああそうなんですか。まあ普通のはただの旅館だったからね。そしてほらその昔なんかみんな旅館しかねえし、ホテルなんてのはわずかしかねえかったしね。古いんですね。残ってるんですね。そうなんですよね。いや、その目の前がね、歩いて今日出てきた、昨日もタクシーでね、ホテル行ったんですけど、朝はもう歩いてきたんですけどね。目の前に、もうここがそうですよね。もう右曲がって、そうですね、ここですよね。そうですよ。左がずっとお墓でね。こっちがずっとお墓でね、ここをずっと歩いて帰るかと思うとちょっと心細くなってタクシー乗った。ちょっと寂しいとこさんから理由は昼間はいるんだけども、そうですよね。ここで天竜閣に入っていきますと、ここも震災の時いっぱいで車入られも何もしないで、俺みんな工事関係者だのボランティアだのほら来てね。あ、ここにですか。そうだったんですか。こんな風にスムーズになんか入ってこられませんでした。そうですか、それちょっと聞きましたね。ついこの間でしょ。そうです。はい、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございます。では、センター80円でございます。はい。